セベランスはアメリカ合衆国コロラド州ウェルド郡にある町。2010年の国勢調査による人口は3165人。町名は先駆的な開拓者デイビッド・セベランスにちなむ。セベランス郵便局1894年に開局したブルース・ズバー郷土料理のロッキーマウンテンオイスターを提供する町のランドマークである。壁画の牛は ロッキーマウンテンオイスターにならねえぜと主張している。セベランスの資料庫農業は、セベランスの基幹産業である一方で、住宅の建設も増えている。セベランスは、北緯40度32分07秒、成形104度51分03秒、北緯40.535208度、成形104.850761度。 40.535208-104.850761に位置する。州都、デンバーから北へ、約 100km、グリーリーの北西、コロラド東部平原にある。セベランスには、エアー1ラジオネットワーク加盟のラジオ放送局、クラカがあり、デンバーでも聴取することができる。二千年の国勢調査によると、人口は九十七人で二百一世帯六十二。 家族が生活する。人口密度は288.5人平方マイル。住宅密度は38.6件平方キロメートルである。人種構成は91.46%が、白人0.34%が、アフリカ系アメリカ人0.67%が、ネイティブアメリカン0.34%が、アジア系5.19%が、その他の人種。 2.01%が根血である。ヒスパニック、または他のラテン系は11.39%を占める。201世帯のうち52.2%が18歳以下の子供と同居しており、69.7%が夫婦で同居、8.5%が夫のいない女性の世帯主の世帯、19.4%は家族のいない世帯である。 12.9%は単身世帯で1.5%は65歳以上の独居老人世帯である。平均世帯構成員数は2.97人、平均家族構成員数は3.31人である。年齢構成は35.0%が18歳以下、5.5%が18歳から24歳、41.4%が25歳から44歳。 14.7%が45歳から64歳、3.4%が65歳以上である。平均年齢は30歳である。女性100人あたりの男性の人口は105.9人で、18歳以上の女性100人あたりの男性の人口は100.0人である。一世帯あたりの平均年収は5625ドルで、 一家族あたりでは55,781ドルで、ある。男性の平均年収は4 3七7 5ドル、女性は26,645ドルである。一人あたりの町民所得は17,625ドルで、ある。家族数の2.8%、人口の7.5%は貧困性以下で、うち7.7%は18歳以下の子供か65歳以上の、 高齢者を含む、セベランスには人、動物、建物などに向かって、石やその他の発射体を投げることを禁止する条例があり、雪合戦をすることも条例違反であった。この条例は100年近く有効で、マクロード町長は毎年役場へ見学に来る児童にこのことを伝え、条例を変えてみないかと呼びかけていたところ、2018年に9歳の児童がこれに応じて、 改正に向けた署名や書簡を集めた。同年12月3日の町議会の席に立った男児は、外へ出ないと肥満 ADHD、不安、うつ病になる可能性があるという研究成果があると、改正の意義を主張、子供たちは条例を破らずに雪合戦ができることを望んでいると訴えた。男児の提案した、条例改正案は、全会一致で可決され、セベランスで、 雪合戦を行うことが合法化された。そして改正直後に男児は早速雪玉を作った。セベランスにはペットは犬または猫を3匹までという条例もあり、男児は自宅で条例違反状態で飼育しているモルモットを認めてもらえるよう改正運動をする予定であるという。ありがとうございます。